昨日夜、磐田市の工場の敷地で火災がありました。樹脂製の廃材が燃えたとみられ、辺りは騒然としました。火災の発生からおよそ30分近くが経過していますが、今もなお火の勢いが収まりそうにありません。暗闇の中に真っ赤な炎が立ち上っています。昨日午後10時前、磐田市佐木坂中で何かが燃えていると通行人から磐田警察署に通報がありました。現場は鉄のリサイクル工場の敷地で、樹脂製の廃材などが燃えたとみられています。火の手が高く上がりましたが、建物への延焼はなく、住み込み従業員5人は避難したため怪我はありませんでした。まだ鎮火はしておらず、現場周辺で迂回措置など交通規制がされ、消火活動が行われています。